12レース5号艇の山田裕也選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。小島は昨年の10月以来ということになりました。はい、今回は2連体率 39% のエンジンなんですけれども、はい、前傾の感触はいかがでしたか。前傾の感触としては悪くない体感でした。はい、他の班のメンバーと比較しても遜色ない感じだったんで、はい、前傾の段階としては悪くないと思います。はい、12月から使用され始めてきて、そして2連体率もそこそこ残っているんですが、前傾日は何か調整はなさっていかれたんですか。いえ、もう何もせずに乗った体感も別に悪くなかったので、はい、まあ、プロペラの点検だけして、はい、大きなことは多分しないと思ってます。はい、はい、ではプロペラの見た感じもそんなに特殊であったりとか、そういう調整しにくいプラではない。そうですね、自分が調整できる範囲のプロペラの形をしてましたね。はい、はい、ではかなり冷え込んでいるシリーズですから、はい、ここの気温にバチッと合わせるというのが大事になってきますね。そうですね、はい、まずそこからしっかり合わせたいと思います。はい、わかりました。それでは一節間にかける意気込みをお願いします。はい、一節間精一杯走ります。お願いします。